中崎瀬尾赤星ジョージ TV、ですお願いします、うん、さあ今回僕との面2回目ということで、バニラアイス、バニラアイス見えますね。まあ後々こちら解説しておきますが、いきなり今回準備からいきましょう、ね。こちらをですね、机のように移しまして、うん、これの冷蔵してたスープなんですね。すごいね。これ上にあるのが全部ラードですね。すごい。ひっぺがしていきましょう、ちょっと、ね。こんなに分離するんだね。そうなんですよ。これなかなか硬くちゃってですね。これをもしね、上の部分全部除いて下のスープ取ったら結構ヘルシーな。ああ、なのかな。なるんかな。まあ、ワカサギ釣りみたいな。表情のね、あれをやってね。豚と鶏のダブルスープなんで、この油、融合してるかもしれませんけど、なるほどね。とりあえずこのスープも使っていきますということで、はい、まずはね、ちょっと試し飲みだけちょっと試し飲みしてみないとね。これがね、震えるぐらいうまかったんですね。わーということで、早い自由に、やっていきますよ、今日も。で、使うものはこんな感じです、うん、ね、見せ豚なんですよ。見せ豚ね、あれがうまいから、うまいから。それその代わりね、今回もあの、こうやって野菜、焼き野菜にしていきまして、はい、まあ、麺入れなどをしていきますが、残った麺がね、うん、あの新しいと言われてる激辛麺なんで、あ、すいません、ちょっとお時間経つとあれなんで、はい、僕はこれ2玉食べちゃいました。我々は結局食えず、まあ、あの汁なしとかももしかしたら買いに行くかもしれないからね。あ、そう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 、そんなことで焼き野菜をね、はい、今回はちゃんとお塩ね、いきますね、水分足してね、はい、そうです。そして茹で上がり麺はこんな感じ、よいしょ。今回はですね、ちょっと違いますね、はい、つけ麺にするので、水で締めていくんですね。なるほど。もともと素晴らしく硬い麺だったのを締めることにより、さらなる、まあ、硬さ、弾力が生まれるわけです。これがちょっと楽しみだと、利用されます。あ、ですよね、食べられないんで、私だけ。なんだよすごい食べましたけどね。よかったわ、すごいゆっくりをね、ゆっくりしていきます。あ、そのままで焼き野菜、うん、今回ちょっとマシマシ気味にいきたいと思ったので、そこへね、この豚を乗せていくんですが、まあ、ちょっと色がついてますけど、そのうちちょっと解説していきますが、グリーンランド、グリーンランドの上にニンニクを乗せていくんですね。そしてこのラードもね、油ついたのを、あ、すごい、入れていきます。最後に、まあ、いつものね、私の返しをかけていって、スケジュールの作成を忘れません。あ、僕めさん本来このスケジュールはもちろんこんな感じで作ってるわけではないんで、はい、あの完全にオリジナルの、まあ、あくまでね、家での家でのやり方なんでね、こんな風には作ってないです絶対作ってないはずね。着丼、そして着丼、あー来ました、これがね、お持ち帰りセットつけ麺アレンジ、ミニ玉は全部マシマシ、そして炙り豚なんだけど、実は、豚をソテーするシーン、なんと撮影ミスにより消失しておりますすいません、気づけばこんがりセットだ、ごめん、こんがり、あれと思った方あるけど、スケジュールはですね、特に他に何も入れず電子レンジで180秒温めてますね、はいはい、結構温まりますんで、その辺は加減して、何ワットかによるけど、それは、はい、確かに、とここで重要なお知らせがあります、うん、豚ソテーだけじゃなくてですね、いや、え、すいません、ちょっとマジ何やってるの、途中まで取れてなかった説が、え、やばマジ、どっか食ってるところ、着丼でこの山がなくなる今まで、やばえ、マジですか、残りの豚もうこれだけです、え、マジかよ、いや、手に油ついてて画面触れない事態には発生してたんだけど、さっき何やってんの言うね、ここから始まります、すいません、マジですいません、家で飯食っててこんなへこんだ顔しないもう本当に、だってもうめちゃくちゃ、もやしも豚もないんだもん、もうね、だ麺から、いつも全部終わって麺行くところから始まってますけども、ギュチミュチ麺って言ってますけどね、もっと言いたいところいっぱいあった、はい、だその代わりどんどん他のことをやっていきます、すいません、追加だれよ、追加だれよね、この状態でずっと置いてるんだ、あ、そうですね何がやりたかったかというとですね、冷たい油の冷やしつけ麺もちょっとやってみたかったんですね、うん、キンキンに冷えた油とキンキンに冷えたつけ汁で食べる一杯、これからの季節いいですね、
これが、いや、そうなんだ、温まりますね。温まりませんので、見てくれるか、外が温まります、ね、何、どうした、はい、多少、フォアジャオを入れていきますね。あの、僕面さん、しびれが名物なんで、はいはい、あの、今回は特別に揃えております、100円で、ね、いや、いらないだろ、100円とか値段も一応、お手頃にね、皆さんも買えるよということで、うん、ね、この彩りを体験してみてください、ね、うん、途中でもちろんですね、漬け汁をね、温めて、まあ、再始動させてももちろん美味しいんでね、まあね、そう、特に家だからね、家だから、あとは、まあ、オリジナルで熱盛とかやってみてもいいんじゃないでしょうかということでね、うん、うん、でですね、はい、ここでごっつぁんですとはありません。取れ高がちょっと、いや、だからあんたのせいで、はい、こちらです。久しぶりに来ました。日本国内非売品のジュースのモンスターということで、解決しないけどこれ、ね、別にいやいやいや、やっぱり望んでないレアエナジードリンクのコーナーですよこれ。見てこのカラフルさ、これで日本非売でしょ、うん、俺全然見てないし、本当は興味ねえんだ。骸骨が現れましたよ。でもね、一方でね、中身こんな感じで、いや、興味ないのよ。え、大丈夫、この黄色だからさ、ほらちょっと保護色になっちゃって大丈夫かなと思ったけど、セーフでしたね。大丈夫でしたね。後ろと、はあ、マンゴーの炭酸ジュースです。よろしくです。早いな、しかもただ飲んで終わった。いや、マンゴー味でした。本当にマンゴー味でしたね。モンスターエナジーっぽくない甘さ、ね、いや、もういいね、モンスターの話よろしいですか。つけ麺89.2ということでございました。あー、ということでね、リベンジしちゃいましたね。リベン、アレンジしちゃいましたね。リベンジはしてください。リベンジはしてください。あ、そうですね、はい、これのリベンジ、リベンジを、これのリベンジ、アレンジね、アレンジしちゃいましたね、つけ麺でね。いや、いいですよ、すごく。僕はここにね、つけ麺ならではの、うん、タレだから、もう少し味を濃くするものを何か入れてもいいのかなと思ったんだけど、うん、何を入れるのが正解なのか。あの、オリジナル回収入れてもよかったんだけど、やっぱり僕麺さんの味にしたいじゃん。まあね、うん、だから、そのまま味濃くするためには何が必要だったのかなっていうのちょっと研究の対象ですね、これが。研究するんですか。研究しますよ、これは。うん、つけ麺を家で作るってなかなか、ね、まあまあ、そうですね、うん、そうそうそう、お手本がないから。ただ、うん、作り終わって思いましたが、はい、まだスープが残ってる。まだまだ残ってる。まだ残ってるんだよね。ちょっと冷凍に入りましたんでね、必要な時はすぐ出して解凍してまた作っていきたいと思います。ないかないかな、大丈夫、うん、モンスターいらなかったか、まあまあ、モンスターいらなかったんかい。まあ、これでモンスターエナジーもうないんで。知らない、モンスターエナジーはあるよ。最後だ、ラストモンスターエナジー。そう、皆さんもつけたら買ってみてください。いや、日本非売でしょ。ごっつぁんです。Thank you.